始まる新しい朝。このまま、このまま夜を待つのは悲しいから、夜明けにくじけそうになる夢を、それがどんな格好悪くても、泣き虫なら泣き虫らしく涙の雨を浴びるんだ。俺たちはまるちっぽくね、手のひらの中には、この手のひらの中には何もないけど、雨に打たれ風に吹かれ、でも諦めないから、でも諦めたくないから、きっといつか何かを掴むんだ。ねえそうだろう、ねえそうだろう、yeah! 今現在やってることが本当にやりたいことなの、今現在やってることが自分に向いてることなの、なんてあの戻りとか立ち止まり、時に真後ろを振り返り、胸の中の迷いやかと絡まって感情、立ち落ちの睨み口から今までの帰り道、待ち遠しい友達、家族にいつでも会える道、でも居心地がいいからって甘えて、これでいいのかなって気持ちが耐えて、引っかかってんなら変えてこう、一歩ずつ前へと。俺たちはまだちっぽけで、手のひらの中には、この手のひらの中には何もないけど、雨に打たれ風に吹かれ、でも諦めないから、でも諦めたくないから、きっといつか何かを掴むんだ。ねえそうだろう、ねえそうだろう。ただいまお越しの皆様、はじめまして、僕たちスナックスと申します。もし時間あったらぜひちょっとみんなで聞いていてください。お願いします。Twitter、インスタグラムやってますので、はい、帰ったらこちらフォローしていただきます。してね、よろしくお願いします。また聞いていてください。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。いつだって探していた自分らしくいられる、そんな場所を情けないこの小さな勇気と、恥ずかしくない大きな希望を胸に掲げて、いつまでも俺たちはちっぽけなまま、何もわからないけど、何一つわからないけど、笑い合ってた、手をつないで肩を組んで、またあの河川敷で、またいつかの河川敷で、こんな歌を一緒に歌うんだ。俺たちはまだちっぽけで、手のひらの中には、この手のひらの中には何もないけど、雨に打たれ風に吹かれ、でも諦めないから、でも諦めたくないから、きっといつか何かを掴むんだ。ねえそうだろう、ねえそうだろう。聞いてくださってありがとうございます。僕たち東京から来ましたスナックスと申します、はい、この後も歌っておきます。もし時間あったらよかったらそのまま聞いてください。お願いします。 Twitter、Instagram やってます。ぜひフォローしてください。そして、はい、僕らの歌ってる写真とか動画とか、ハッシュタグスナックスってつけて、ぜひ SNS 載せてください。はい、今日はね、なんだっけ、熱田祭りということで、祭りに行きたい気持ちをグッとくらえるところに来てください。グッと、ありがとうございます。祭りも楽しいですけどね、僕らの路上も楽しいということで、はい、歌っていきますので、どうか、一緒にね、8時くらいまで楽しんでてください。どうぞよろしくお願いします。お願いします。